さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年1月の6日、朝の8時46分、万博に関してですけども、即座に、中止してください。万博関係者の方たち、特に、上層部の方たちに向かってのメッセージです。まあ、吉村さんでもいいでしょうし、まあ、総理でもいいでしょうし、中止、すぐに現場の作業員を石川県の復興に回してください。本当にどうでもいい。万博以上、葬儀に決定を発表してください。あと万博関係者のあの方たちの万博成功だのなんだのっていう記事がインターネットで流れてきています。それを見るたびに腹立たしいですね。テレビのニュースでも流しましたっけ。社会的地位なんかどうでもいい。各自のモラルの問題です。たったそれだけのことも即座に発表できない人間は、明日もできない、明後日もできない、最初からこの国の政府上層会社の役員絶対になるな。迷惑どころの問題じゃない。お前らがこの国を滅ぼそうとしている。以上、キムに命じとけ。もうこれ以上勉強から逃げるな。エネルギーの残存量問題と本当の人口の話から。